代の歳月、うん、手彫りだったんだって、うん、そりゃそうか、うん、何が取れよんったん、今から300年ほど前の天和元年から30年経って採掘経営をしたのだそうじゃ、鉱山とかな。水晶はさっきあったけど、水晶は、あ、じゃあそんなもん取れるの？水晶なんか取れるの？だってさっき飾ってあったもん。なんか怖いな、怖くない？うわ、キノコが生えとる。これなめこじゃない、なめこな、うん、なめこも生えとるわ。あんまりな、これ本当に昔の人が手で掘ったん？まあそうだろうな。それを 再現というかちょっと整備して、昔はだってこの電気やこないねん、真っ黒じゃもんな。提灯で行くんかな、なんか怖い。なあ、うちらが動物みたいなの好きでな、ちょっとなんで来てくれんの、怖いな。本気で怖い、怖い、寒いし怖い。昭和42年、工場も閉館されましたが、昭和53年、吹屋国家族が整備企業として、この工場を復元整備され、昭和54年11月から一般に公開されております。そうなんだ。この工場は、江戸時代から大正時代にかけて、江戸時代から大正時代だって。この六元以上は結構長いわ。あ、これ赤い剣ベンガラってこと？赤土。赤土ってこと？うん。いいよいいよ言って。そういうこと？結構長いな。うん。そして寒いんだけど、めちゃくちゃ。お、牛乳が。牛乳。牛乳が流れる。うわ、めちゃくちゃ広いところがある。木製トロッコ、採掘した石を運び出すのに使用しようとして、構内にはレールが敷かれており、現在もレールの痕跡があるんだって。どこ？あ、これがトロッコってこと？暗くて全然見えんけど、これん、これ暗くて何も見えんが、でもあの奥に多分レールが残っとんじゃない？立ち入り禁止じゃけどな。そうか、危ないんかな。何それ、牛乳みたいなのが流れよ。牛乳じゃない、誰かゲー入ったんじゃない？ああ、多分これなんか、うわっ、びっくりした、なんか人がおったっけ、びっくりしたんだもん、うん、それおるわい、びっくりした、お化け屋敷じゃがん、びっくりするな、言うてくれてるね、あのおじちゃんも人が悪いな。なあ、人形おりますけんなって言ってくれりゃいいけど、びっくりせんかった、うん、幽霊かと思ったら見てる。俺書いてあったけん、写真に、写真にあったけん。あ、そうか、見てる、だって見てないもん、そんなの、びっくりした。あ、この上上がりたかったけど、立ち入り禁止なんですね。え、なんで？だってもう書いてあるね、宣言中立期、これより先侵入禁止なんだって。え、一番の見どころじゃないん、そこが。え、知らんけど、なんとなく上から、上からの絵撮りたいやん。うわ、なに、どこにいる人がおった。怖い、怖くない、うん、びっくり
か。何て書いてある？貧岩で、これが命山を構成しとんだって。何の話か全然わからん。でもホルンフェス、ん？ホルンフェルスが発達している。ホルンフェルスって何？知らん。怖いか、この人。こっちにも人がおるで。女の働きおるわ。水力発電による点火精錬が行われ。怖い。あ、見て、すごいキラキラしてるで。これ、これ水晶なんじゃない？キラキラしてない？なんかわかる？ほらほら、ラーメンみたいな、キラキラキラってショールが。なにこれ、ちょっと触ってみよう。お、ラメが。これがもしかして化粧の元なんじゃない？目の上につけたりとかする。違う。なんかああいうのも岩とか砕いて作るんだったっけ？そうなの。知らん。今は化学なんちゃらかな。分からん、もちろん。昔のなんか歴史上のなんかそんな用意は。なんだ。蝶々の鱗粉とかを目の上に塗ったりしょったってことで、クレオパトラとか。そうだろ。この行動を復元せずされ、昭和54年11月から一般に公開されました。あ、青い、見て。この行動は宝石みたいな。あ、ここも青い。これ何なんだろうな。あ、うちらがおるけん見えんの。西田くんが自分の影で見えんのじゃ。綺麗だよ、あそこ。カビかもしれない。でももしかしたらただ感じ。あ、こっちにもある、青い。あのキラキラもある。ここ全部掘ったってこと？手掘りで。どうなんだろうな。すごいな。これはヘルメットいるわな。うん、打ったら平気だな。でもちょっと打ってみようかな、こうやって。うん。吹き矢というのは、銅を吹くという意味から名付けられたと伝えられている。ここは立ち入り禁止になってない？え、いったない。吹き矢は、奈良時代から中国産地で、春日作られた日本の産地でありましたよ。平安時代によって銅山に発見した。あ、この制度に必要な木炭、食料などが鉄とともに運ばれてくるようになりました。鉄とともに運ばれてくる。これらの銅や鉄、さらに江戸末期から生産された弁殻は、弁殻？浮き屋から三浦に追わされ、ナリワに運ばれ、弁殻はここで取れる。そこから高瀬船で、うん、なんかいっぱいあるらしいよ、炭鉱ってこの辺。うん、他にも炭鉱跡とか残った遺跡みたいな感じ。平安時代の南道寺院、今から1200年ほど前に開港が開かれ、うわ、もうびっくり。何、今度人がおった。また人がおる。この行動は
あ、人の顔がある。その岩みたいなのが人の顔に見える。こっから一人で帰れる？走って帰る。なんなん今度は。僕らなんで人の顔があった？人の顔？顔がある。ありがとう。見てきて怖い。この奥のところ上、右上。あるだろ？あるよな。な。あるだろ？どこに？これ顔じゃない。どれ？あの奥の右上。あの白いやつ顔じゃない？何あれ？ちょっと映してみて。分からん怖い。なん一人で行ける裕太くん。何が？閉じ込められとったんじゃない人が。そうな。だってこんなんする普通。あれもとかあったら閉じ込めとったんじゃない。誰も入ってない？見えんの？うん。真っ暗ね。真っ暗だね。怖いな。じゃあライトつけてみて。厳重じゃね。だって木の巣じゃないもん。鉄の巣だもん。そうだろ。はい、来て。息を消せ。ちょっと変な音させんといてや。何が？見てますよ。お酒あるよ、あっち奥に。ほんまじゃ、すごい。だってこれ岡山の白菊っていう会社、うん、お酒の酒醸屋さん、うん、あそこのやつがここで眠らされとんじゃ、ワインみたいなもんじゃな、うん、ここで熟成させようんじゃな、うん、あ、声が響いて怖いとこなあ。うん、やめや。天然のリバーブやで。じゃあ歌ってみ。何の歌を。何がいい。チューリップの花は夕焼け小焼けの赤とんぼ。誰も見送れてなかった。うん。売られてきたのはいつの日か。なあ、そっちに向けて歌ったらさ、カメラに逆の方向なんだけど、リバーブがかかるのが。うん、カットで。これがどう？どうって書いてあるよ。鉄鋼って書いてある。これを取って何に使うの？武器とか。え、それ銅とか鉄とかにするの？それしてどうするの？武器に何でも変えれるが。これ、この猫、城の天守なんだって。三十路って言うんだって。ああ、高橋城かなんかの。あ、そうなんだ。違う。もうそうだろうな。うん、かわいいな。なんだ、見て、この、これも取り寄ったんかと思ったわ。そんなわけでした。後だけんじゃね。本当はもっと長かったな。うん。ここだけ残した。うん。ああ、剥がれてきた。これレールもあるで。このレールがあったんじゃない昔は。うん。
この鉄もまたこの中で取れたやつから作ったレールかもしれんな。なんで笑った、うん、そうだろ、ミステリーハンターか。ミステリーハンター何、まあ、残された後だな。書いてあるやん、なんか線香場みたい。なんなんだろうな。入る？なんで？ここは？上がらん？上がらない。じゃあ上から撮ろうか。時間ない？面白いよ。まあいいわ。じゃあ、あ、じゃあもう戻ろ。高橋市だけども相当な田舎のベンガラの町の近く、ベンガラの町の近くの笹尾根高度、うん、